僕は職人号です。そうですね、雪が降ってきましたんでタイヤ交換をしてですね、ちょっと空気を入れてきたところですね。で今日はですね、とりあえずまた周回しようかと思うんですけれども、まあ、例の場所をですね、今日はちょっと反対ルートから、ちょっと行ってこようかと思いますので、まあ、昨日ですね、仕事帰りに、まあ、ちょっとですね、フラッと、かっぱ寿司さんで晩飯ですね、食べてきまして、それで、まあ、その帰り足で、市内にある、まあ、元気の湯ですかね、そちらでちょっと、ちょっとお風呂なんですけどちょっと入ってきまして、はい、何時間ですかね、1時間半くらいは、入ったんですけども、まあ、ちょっと帰りには玄関を見ましたら、なんか雪がですね、ちらちら降ってきまして、まあ、ちょっとですね、その時はまあ夏タイヤだったもんで、ちょっとですね、ヒヤヒヤしながら走ってたんですけどもね。はい、ちょっとその時はちょっと積もんなかったんでなんとかだったんですけども、ですね、昨日は8時半ぐらいに行きまして、それで、まあ、10時近くまでですかね、ちょっとのんびり入ってた感じで、まあ、サウナにですねちょっと4回ほど水風呂を往復しちゃったんで、サウナ水風呂ですね4回往復しちゃったんで、まあ、結構長い時間いちゃったんですけどね。で、温泉というかサウナの場所なんですけれども、ですね、一番前の席がですね一番良かった感じで、なんか暑すぎるんですよね。それで、ちょっと敬遠はしていたんですけども、まあ暑い空気っていうのは上の方に上がっていくんでですね、まあやっぱ一番下の方の前列の席は温度がですねあんまり熱くなくて、まあ、結構汗をかけたって感じですよね。で、あそこのですね、あの元気の湯なんですけれども、あまり大きな声では言えないんですけども、結構ですね、あの入れ墨をされてる方が来るところなんですよね。昨日も、まあ、私はですね、まあ、目が見えないながらも、入れ墨くらいは分かりますので、ですね、2人か3人くらい、まあ、30分くらいの間にちょっと見たんですけども、まあ、なんかさっと入ってすぐ上がっちゃう人が多いんでですね、あんまり気にはならないんですけどね。まあ、前回行った時はですね、あのトラック運転手の方だったとは思うんですけども、あの背中にですね入れ墨がもう魚だったんですけど、なんか鯉みたいな絵が描いてありまして、なんだこれはって思ったんですけども、大型トラックの運転手をされてる方みたいだったですね。まあ、一応昨日はまあ1時間8時半から10時ですから1時間半くらいですね。で、昨日はですね、まあ家帰ったらもう即、まあ、寝てしまったような感じですね。まあ、朝までぐっすり眠れたっていう感じだったんですけども、で、ですね、今日ちょっとですね、まあ、タイヤ交換する前に、
こちらもちょっと、ハプニングがありまして、ガレージにですねタイヤを保管していたはずなんですけども、ちょっとタイヤがないっつう、ちょっとアクシデントがありまして、よく考えてみたらですね、軽自動車が3台ありまして、たまたまですね今日、義理の妹が遊びに来ていまして、車を見たらですね、私のあのスタッドレスタイヤを履いていて、あれって思ったんですよ。で、なんかなかったんですよね。それで仕方ないんで、ちょっとインチダウンにはなるんですけども、そのまあムーブのですね、ちょっとタイヤ、スタッドレスタイヤをですね、ちょっと今履いてる状態なんですよね。それで日産の車なのにホイールはなぜかダイハツというちょっと変わった組み合わせになっちゃってるんですけどもね。で、一応東洋タイヤのですね、スタッドレスタイヤなんで、まあ、今ちょっと市街地の方を走ってるんですけども、結構ですね、音の方は静かな感じですよね。まあ、こういった感じなんですけど、あんまり、まあ、うるさいって感じはしないですね。で、ここがですね、まあ、いつも右折でなかなか進めないところなんですけれども、まあ、今日は一応まだこの辺は石巻市内なんですけどね。ここは千秋谷に抜けるルートなんですけれども、ちょっと車の台数やっぱ多くなってきましたね。なかなかこちら走ることがないんで、ちょっと走ってる感じですけども、で、この付近にですね、三陸道のインターチェンジが、2015年くらいにできるって言ってたんですかね。私はどうですかね、多分ここがですね自宅から一番近いインターなので、まあ、たまには利用するとは思うんですけどもね。大体仙台から帰るときは石巻港インターで降りる感じなんですけども、まあ、こちらの方が実際は近いっていう感じなんですよね。ちょっとですね、今日時間的にかなり厳しい感じで渋滞はまっちゃってますけれども、ちょっとですね、覚えててほしいんですけれども、石巻市を走る、まあ、鉄則としまして、時計回りは必ず渋滞にはまるっつうのがあるんですよね。まあ、これ今時計回りで走ってるんですけども、まあ、私は仙台ではなくて石巻港ですね、走るときは、まあ、時計と反対回りから周回していきますので、まず渋滞とかはたまらない感じなんですけどもね。で、ここが新しくできた橋で、まあ、何回か走ってるんですけども、ちょっとでも雪がちょっと強くなってきましたかね。この朝晩のラッシュ時はちょっと止まっちゃうんですよね、渋滞とかで。なんかちょっと吹雪いちゃってますね、結構。今日明日がなんか一番降るって今言ってたんですけど、まあ、気温がちょっと高いんであんまり降らない、降らないじゃなくて、積もってはないですけどね。
まあ、短いトンネルなんですけど、まあ、トンネルを抜けると天気が変わるっては言うんですけど、ここはあんまりそういったことはないですね。まあ、雪が降ってますからね。しまいますけれども、ウェルコムの、まあ、携帯電話ですけども、まあ、機種変をしまして、シャープから出てます、WX01SH ってやつですかね、それにしたんですけども、ソフトバンクでですね、うちの父親が使ってる携帯となんか見た目似てるような感じもするんですけどね、なんかパントンっていうやつなんで多分一緒ではないかと思うんですけどね。これダンプですね。
来てますので、ちょっとルート変更しまして、篠崎のですね、まあ宇都宮橋ってあるんですけども、まあ、前回通ったんですけど、そこですかね、ちょっと行ってみようかとは思うんですけども、市街地ではあるんですけども、結構ダンプカーが走っている感じですね。またこちらも行きましたけど、久々に行きましたらカルビ丼っていうのがあって、食べていたんですけど、結構ボリューム感があってうまかったですよね。まあ、普段肉食わないってこういったところでしか食わないんですよね。まあ、この牛すき鍋膳っていうのも食いましたね。なんか下にですね、固形燃料があるのか、食べ終わるまで結構温かい感じで良かったんですけどね。渋滞はまっちゃってますね。
車が怖いですけど、このタイヤもなかなかいいですね。東洋タイヤだったんですけど、映画確かアイスガードって書いてあったような気もするんですけどね。で、私が使ってたのは、ダンロップではなくて、ですね、ダンロップですね。ダンロップの DSX ってやつを履いてまして、今年でまあ5年くらい履いてまして、もうちょっと溝がないかなっていう感じで、ちょっと買い替えようかなとは思ってたところだったんですよね。花月堂さんっていうんですかね、和菓子屋さんがあります。ルートはですね、ちょっとヤフーのルート検索ではちょっと表示できない感じですね。ここが鹿の股屋さんですね。うどんとありますけども、そばもいいんですけど、私はエンドチェンという、お店があってですね、今は起点舗になってるんですかね。昔はよく買い物に来たんですけどもね。空き店舗というか空き地になっちゃってるんですね。結構広い感じもあったんですけども、ですよね、建物の中は結構広く感じるんですけど、更地になってみるとなんか全然狭いなっていう感じも受けるんですけどもね。ここはですね、無断駐車というか路駐が多いんですよね。前回はすんなり来れたんですけど、
んでしょうか、これは。怖いっすね。ここで U ターンっつのもどうかと思うんですけども、ここで U ターンしてましたね。あ、これ仮面ライダーのやつがありましたね。橋がなくなりましたらまっすぐ、ね、通れるようになるそうで、今建設中なんですかね。まあ、今こうぐるっと回る感じなんですけども、ここまっすぐ、国道398号線に、抜けるそうですね。マルシェってここにあったんですかね。まあちょっと今日は寄る予定はないので行きませんけれど、まあ、近いうち行こうかと思ってますけどね。まあ、ここの流れが街中マルシェっていうところなんですかね。確か学校だったはずなんですけどね。
で、向かって左手の大きな建物が、石の明けカスって書いてあるんですよね。今度は泊まれなんですよね。ちょっと泊まってないですけど。だからいつもの路線ですね。今日は結構時間かかっちゃいましたね。で、今日はですね、東松島市の、セブンイレブンさんでストップの予定にしますので、またバスですね。変わりましたね。ちょっと嫌な予感がしますけどね。すんなり取れるんですけどね。スイカですかね。ここは日和大橋ですね。いつもはこの直前で U ターンしてしまうんで、あんまり通んないんですけど、やっぱりフェンス全部外したんですね。この前通過した時なんか外してたんで気になってたんですけど、ちょっと譲りますけど。
程度私は譲ってあげた方がいいですけどね。壁を工事している状態で取れなかった。
場合になっちゃうんですよね。プラッツが行きましたThank you.
完全に止まっちゃいそうですね。あ、もう渋滞はまっちゃってますね。よし、もうちょっとで20分になりますけども、かなり薄暗くなってきましたね。今日もしかしたらダンプ3連発、結構な回数で違ってるかもしれないですね。まあ、ちょっと映像チェックしてみますけれども、雪はだいぶ止んできた感じですけど、まだ少し降ってますね。失礼します。お疲れ様でした。